文学 YouTuber のチャンネル。こんにちは、ムーです。本日もね、花水木文学記念館からお送りしております。本日はね、こちら夏目漱石草枕読んだんですよ。この作品についてね、語っていきたいなと思うんですけれども、私もね、恥ずかしながら、こんなね、文学のチャンネルをやってるにもかかわらず、いわゆる日本の古典文学というものをあまり読めていなくて、自分が好んで読んでる作品としては、日本の作家のものよりかも海外のものが多くて、せっかくね、こうやって日本に生まれて、日本語の文章を難なく読めるような立場ですからね。そんな中でも、夏目漱石ね、高校時代に友達に熱烈におすすめされて、心っていう作品を読んだんですけど、ちょっと自分には合わなくて、うわ、この作家苦手だなって印象はその時ついてしまったんですね。ただまあ、このチャンネル立ち上げて、視聴者の方とかね、いろいろお話し進めていく中で、ちゃんとね、夏目漱石もう一度ね、チャレンジしてみたいな気持ちが芽生えて、去年の今ぐらいですかね、新潮文庫のバージョンで、文庫の形で漱石の作品を一式揃えて、で、当時の生配信の時にね、第一作目の若輩や猫であるから順番に、せっかくの機会ですから、一冊ずつチャレンジしてみます、宣言をしてたんだけれども、結局先延ばしにしてて、そんな中ね、つい先日、このチャンネルの視聴者さんで、生配信の時もよくコメントいただいてる方が、大の夏目漱石ファンの方でね。で、その方のアイディアで、先月からね、オンライン読書会っていうね、このチャンネルの新しい企画がスタートしたんですけれども、第1回目の作品として取り上げたのが、村田沙耶香さんのコンビニ人間。それがすごく面白かったんですよ。自分の中で非常にうまくいったなって感触があって、じゃ今後も定期的にそれ続けていきましょうっていう話の流れになった時に、次回以降の作品どうしましょうかみたいなね、お話を進めていく中で、せっかくだから、そのオンライン読書会で毎回、夏目漱石のね、作品を取り上げるっていうのもありなんじゃないかな、みたいなお話の流れになって、そのオンライン読書会の相手をくださったその視聴者さんもね、夏目漱石のファンですから、これはなかなかいい流れだなと。じゃあ夏目漱石どの作品にしましょうかみたいな。本当にね、なんとなくなんですよ。その数あるね、夏目漱石の作品の中で、なんかパッと頭に思い浮かんだのが草枕だったんですね。じゃあまず草枕からやってみましょうかみたいな。なんか薄かったイメージがあったんですよ。実際これ見てほしいんですけど、薄いでしょ、非常に。全部で170ページぐらいですね。毎月月末の最終金曜日あたりにやりましょうかみたいな、なんとなく話が進んでいく中で、次回開催まで1ヶ月あるんで、遅くともその半分の2週間ぐらいで読み終えることができて、で残り2週間の間に今そのオンライン読書会に向けてさらにね、どういったことをお話ししようかみたいな、まとめる時間とかも考えたら、ちょっと薄めの作品がいいかなっていうイメージがなんとなくあった中で、ポンと口をついて出たのが草枕だったんですよ。じゃあ草枕やってみましょうか。なんとなくね、その時なんかこう、たまたまね口にしたらいいですねみたいな形でお話が進んでいって、読みました、この本かけて。あ、これ非常に良かったですね。その数ある夏目漱石の長編小説の中で、心はすでに読んでいたんですけども、それ以外の作品の中でまず最初にこれに手つけられたの非常に良かったなっていう思いが読み終えた今ありますね。で、いろいろお話ししたいポイントあるんですけども、この夏目漱石なりの芸術論みたいな内容なんですよ。芸術というか、その美というものに触れた時に自分が感じる郷愁っていう言葉を使ってますね。興味の郷に趣と書いて郷愁ですね。一応意味引いときましょうか。物事から感じられる低俗でない面白み、面白みですね。それとか観光って言葉も使ってますね。感じるに興味の興、これは物に感じて興が湧くこと、その面白み、どちらも似たようなね言葉だと思うんですけれども、この作品でいくと、ふと目にした光景、あ、いいなって感じた時のその感動、この作品の主人公は絵描きで、名前ね言わないんですよ。一人称が私じゃなくて、よ、あまりと書いてよですね。よは思うみたいな。おそらく30歳かなの絵描きの人が、独白帳で延々と述べていくような形で、山に行って、そこの旅館に泊まって、その過程でいろんな人に会ってっていう感じで進んでいくんですけれども、このストーリー自体にはあまり主眼が置かれていない感じで、どちらかというとこの芸術論の方ですね。このふと目にした光景なんかから感じられる、わあいいなっていうその心のね、盛り上がりというか感動をどうやってその表現に落とし込むか。で、これは主人公絵描きだから、まずは絵に描こうとするんだけど、ちょっとうまくいかないなってなって、で、詩とか俳句とか、あるいは漢詩とか、そういった言葉の表現なんかも使って、なんとかその形に落とし込もうと、宿泊する。もうこの繰り返しなんですよ。例えばこの旅館泊まるんですけど、夜中ちょっと眠れなくて目覚ますんですよ。夢うつその状態でぼやーっとしたまんま外を眺めた時のその光景が非常に良くて、あ、この感じなんとか表現できないかみたいな、これなんか似てるなって、真っ先に思ったのがプルーストの失われた時を求めての第1巻
まあ、この失われた時を求めては第7巻まであるんですけど、第1巻ですね。第1巻は3つの章に分かれてて、その第1章、コンブレ現象の第1巻の第1章。まあ、日本語訳だと文庫本で14冊ぐらいになってますけど、まあ、その第1巻がもう丸々このコンブレなんですね。この作品も主人公が、まあ、有名なところですと、その散歩の途中で出会うサンザシって植物、その美しさに対する熱い思いを延々とこう言葉で表現したりとか。ただ私がこのコンブレで特に好きな場面で、他の人がなぜかあんまり語らない箇所として、コンプレの終盤の方で主人公の私がこうある時ふと目にした小塔ってわかります？何したらイメージしやすいかな。海外の教会とかによくあるこのメインの教会の建物とは別にベルが収められてる建物、上の方にこうベルがある。で高いのよね、大体高さがあって、だからまあ教会から離れた遠くの方にいても目印になるみたいな、まあ、そういう教会本体から独立した、まあ、施設というか建物というか細長い、まあ、それをこの失われた時を求めての主人公私がある角を曲がったら突然目の前に現れた。その現れた瞬間にこの夕日が差してたって、その光景見た瞬間うわいいな感じて、でその感動をなんとか形にしたくて文章にしたためる、ね、めちゃくちゃ印象的なシーンでね、もしよかったらぜひこれ読んでほしいんですけど、岩波文庫版だと第1巻の385ページぐらいかな、うん、ぜひ読んでほしいんですけど、まあ、別の動画でもじゃあ紹介しましょうか。これ今度ね、なんか似てるでしょ、その自分の感動、まあ、主に景色ですよね。ふと目にした光景、その時感じた感動っていうその一瞬の心の動きを掘り下げてなんとか表現したい。まあプルースの場合は言葉ですよね。この主人公は小説家を目指しているので、まあ、特にこの小塔の場面に関しては自分はひょっとして小説家になる才能はないんじゃないかって落ち込んでた時期だったから、その光景を見た瞬間に自分の中で言葉が湧いて出てきたことによって自信を取り戻す、このコンブレの中でもハイライトになるようなね場面なんですよ。ただまあこのプルーストの失われた時を求めてっていうその作品自体が全編通して自分の愛する芸術作品とか自然とかね、そういったものを鑑賞することによってで湧き起こる感動をひたすらこう言葉に書き落としていくっていう、その感じがねなんか非常にリンクするなと思って、しかもびっくりしたことにこのプルーストの失った時を求めてよりかもこっちの夏目漱石の草枕の方が早いんですよ、時期的に。まあ、1906年の作品 でこちらプルーストは1913年、まあ、この着想自体は1908年なんですけど、やっぱりそれでもねこの1906年の夏目漱石草枕の方が早いですよ。まあ、早いといってもかなりでも時期は近いので、なんでしょう、なんかあるんですかねこういうね。でも今お話ししたようにこの草枕の主人公っていうのはふと目にした光景から得られた感動、その一瞬の気持ちの盛り上がりを絵で表現しようとしたりとか、俳句で表現しようとしたり、漢詩を使おうとしたりとか、それでもうまくいかない、ここはこうでこうでこうでってその説明してるその文章全体がいや表現できてるじゃんみたいな、そういうね面白さなんですよ。その時その女性の撮ったその姿がみたいな、説明できてるじゃんみたいなメタ構造っていうとちょっと的が外れてるのかもしれないですけども、この主人公自体はうまいこと言葉で表現できたとかできなかったみたいなやり取りを繰り返してるんですけども、その全体を説明してるこの夏目漱石の文章がいや結構いいとこまで表現できてるぞみたいなね、かすってるじゃんみたいな、読んでるこっちとしてはああなるほどなるほどみたいな。ただまあよく言われてるようにこの作品はそういう漢語ですとか、あるいは俳句ですとか、あと語彙がねやっぱりちょっと時代も経っていて難しいんですよ。あまり砕けた表現というよりかは、特にその自然描写の表現なんかは、例えばね、まあ、だいぶ序盤ですけど、着想を紙に落とさぬとも競争の恩は郷里に起こる、丹精は画家に向かって止まつせんでも五歳の絢爛は自ずから心眼に映る、ただ斧が済むよう各漢字得て霊大法寸のカメラに行基混濁の俗界を清くうららかに収めうればたる、このゆえに無声の詩人には一句なく、無職の画家にも石鹸なきも各人生を感じうるの点において、各煩悩を下脱するの点において、各症状界に出入し得るの点において、またこの不動不死の健康を混流し得るの点において、我利私欲の規範を相当するの点において、千金の子よりも万丈の君よりもあらゆる属性の長寿よりも幸福である、よくわかんない何なんだこれみたいなね。ただこれはね安心してください、あのよく見るとこんな感じでね、こう黒いアスタリスクが難しい語彙のところに打ってあって、まあ、中みたいな感じ でこれがこう巻末にこんな感じでページ数とともにね注釈をいっぱい入れてくれてるので、これと照らし合わせながら読んでいけば、まあ、概ね意味は取れます。特に情景を描写するような場面の時にその漢詩とかいっぱい駆使してどういう情景かっていうのを説明するんだけど、マジで何言ってるか分かんない後ろの注釈と合わせて、まあ、読んでいくと、ああなるほどなるほどみたいな、すごく丁寧な注釈がついてるんで、そこは
安心して大丈夫です。いやマジでこの会話始まると安心しますからね。まあ、やっと難しい語彙がない場所に来たみたいなね。で全体が13の生じ立てになっていて、この第一章のね、まあ、約12ページぐらいかな、ここでこの絵描きの主人公ヨが、まあ、自分の理想とする教主環境、そういった美というか芸術というか、そういったものを求めてこう山に旅に出る、まあ、それがどういった旅なのかっていうのを説明してるんですよね。だからこの一章は結構重要だと思うんですよ。自分はどういった美を求めていて、でなぜそういった美を求めるに至ったのかっていう部分が簡潔に今まとめられているので、この一章は結構丁寧に読んだ方がいいんじゃないかなっていうのは僕の印象ですね。ここに割とこの作品のエッセンスが詰まってるんじゃないかなと。で2章以降は、まあ、その山の旅が展開していくのでね、この一章で、まあ、論じた自身の芸術観ですとか美に対する思い、そしてこういった思いで旅に出始めるよっていう、その説明がされてるんで、私ねこれ自分の中で読み落としあるとちょっと嫌だな思いがあって、この一章の十数ページをこんな感じでねまとめていったんですよ。これはちょっと私頭悪いんでね、